今回から、賭博士ジャック文庫版を読んでいこうと思います。えー、私は空の奇跡 SC で一通り読んだことがあります。で、私、日頃からすごい噛むタイプで、朗読めちゃくちゃ苦手なんですけれども、まあ、それでもよろしければお付き合いください。えー、賭博士ジャック1、第1回、少女、カルバード共和国、 この国には、東方からやってきた移民たちが、故郷を思い、国王に似せて築き上げた街がある。俗に、東方人街と呼ばれるこの街は、いつも人々と活気と熱気で満ち溢れている。古びた動力バスの走る大通りには、香辛料を効かせた東方料理の屋台が並び、威勢のいい売り子の声が、旅人たちを出迎える。 太路を行き交う人々の顔立ちも様々だ。東西文化の交差点、全くその言葉通りの場所だろう。そんな町の北外れに、おんぼろな一軒の酒場が建っている。元は、東方風のされた造りだったのだろう。だが、今では、ところどころで、白壁が剥がれ落ち、とというとは、すべて立て付けが悪い。 店が店なら客も客。ここは、無法者や、ごろつきどものたまり場だった。えへ,へ、悪いな、また俺の勝ちだ。こりっぽい店内に、ハスキーな声が響く。声の主はジャック。年の頃は30代前半、中肉中背、壮年の男だ。着ている襟付きシャツは、肝心の襟がくたびれ、改藻のようにしおれているが、 それでも彼のぎっちょーらだ。一方、その身を飾るアクセサリーは、どれもこれも一目で価値のわかるものばかり。青い光を帯びた瞳と同様、彼にはそぐわない白物だ。周りにいる、ただ水ぼらしいだけの、ゴロつきたちと比べると、彼は少し浮いて見えた。ジャックはいつもこの酒場で、無法者を相手にギャンブルをし、酒を飲み、 時に殴り合い。また酒を飲んで日々を過ごしている。彼は今日も酒場に陣取り、昼から酒を煽っている。いつもと同じ、昨日と変わらない一日がまた始まろうとしていた。そんな見慣れた昼下がり、店の扉が悲鳴のような音を立て、酒場に新たな客を運んでくる。やってきたのは、見慣れる少女だった。 第2回、誘い。少女は、店内に踏み込み、後ろでに戸を閉める。どうやら店を間違えたわけではないらしい。まだ、あどけなさの残る表情。どれだけサバを読んでも、18がいいところだ。実際は15、6だろうか。暗褐色の瞳と、髪の毛からして、東方形だろうが。 鼻筋の通った顔立ちを見ると、そうとも言い切れない。少女はゆっくりと歩き始めた。糸端ごとに可愛らしい膝がスカートの裾から顔を覗かせる。至って飾り気のないデザイン。見た目よりも動きやすさがきっと彼女のお好みなのだろう。そのせいか、胸元を飾る東方風の首飾りも、 そっけない細工のものに見えてくる。ボリュームに欠けるのも一つの原因だろう。それ相応の色気に、を身につけるにはまだまだ時間がかかりそうだ。統制療法のちょ特徴を備えた容姿に、飾り気のない質素な衣服。少女はまるで、この東方人街そのもののようだ。一人のチンピラがすぐに少女に目をつける。へへ、嬢ちゃん。 それといいことしねえかチンピラはそう言うなり、油切った手で少女の手首を掴んだ。瞬間、少女の手がチンピラの腕を振りほどく。自由になったそれがスカートの奥へ消え、黒光りする鉄の塊とともに滑り出てくる。鼻先に突きつけられたものを見て、チンピラは腰砕けに床へと座り込んだ。 共和国、ベルヌ社製の動力銃。小型ながら大光景を誇る牡蠣で。もし火を吹けば、チンピラの頭は消し飛ぶだろう。少女がご信用に持つ代物ではない。最新型よ試してみるこういった状況に慣れているのか、少女は至って冷静だ。構えた動力中の銃口も微動だにしていない。そんな少女に圧倒されたのか、 チンピラはピクリとも動けなかった。酒場の空気が凍りつく。周囲の視線は皆長女に釘付けだ。ヒック嬢ちゃん、それぐらいで勘弁してやってもらえねえかな。この状況に耐えかねたのか、不意に誰かが言葉を発した。がわれていて、どこか色気を感じさせる声。ジャックだ。彼は椅子に腰掛けたまま、 酒臭い息を吐き、後を続けた。こいつも十分反省してるはずさ。彼はそう言って、チンピラに視線を送る。それに応えるように、チンピラは激しく頷いてみせた。私、ギャンプルをしに来たの。少女はぶっきらぼうにそう告げると、左手の動力銃をそっと下ろした。その表情は相変わらず冷たいままだ。いいぜ、こっちに来な。 俺が相手をしてやるよ。ジャックの言葉に反応したのは、少女ではなく、ごろつきどもの方だった。互いに顔を見合わせつつ、皆その顔に、癒しい笑みを浮かべた。第3回、真昼の勝負。ジャックと少女は、奥のテーブル席に向かった。そこは、ギャンブル専用なのか、丁寧にリで磨き上げられている。 言葉を交わすこともなく、二人は席をに着いた。ジャックが壁を背に、少女はそれに向き合う形で。ごろつきどもはそんな二人の様子を盗み見ている。二人の勝負が気になって仕方がないようだ。揃いも揃って聞き耳を立てているらしく、酒場の中は不気味な沈黙に包まれた。少女はポーカーの勝負を挑み、 ジャックは黙ってこれを受ける。2、3の因語でルールを確認すると、最後に掛金の額を決める。人勝負100ミラ。酒代にもならない額だが、子供相手じゃこれぐらいがいい。とジャックは一方的に話を進める。カードを配るのはさっきのチンピラだ。ジャックはチンピラに軽く目配せをする。所詮。 お互い一度だけカードを交換する。ジャックがコール。少女を受けて立つ。ジャック、ツーペア。少女、ワンペア。ジャックの勝ちだ。はあー、悪いな、嬢ちゃん。彼はグラスになみなみと注がれた琥珀色の液体を一息で喉に流し込んだ。二回戦。お互い一度だけカードを交換する。余裕の現れだろうか。 ジャックは大きなあくびをしてみせる。少女がコールする。ジャックがそれを受けて立つ。少女2ペア。ジャック2ペア。カードの強弱は、少女の方が強い。少女の勝ちだ。何グラスを持て遊ぶジャックの手がピタリと止まる。ジャックはすかさずチンピラに目をやった。チンピラは目を泳がせる。どうかした そう聞く少女はまるで仮面のようなポーカーフェイスだ。い,いや、なんでもない。まさかこいつ、すり替えよ面白い。ジャックの目つきが変わる。彼は軽く咳払いをして左手のグラスをテーブルに置く。それからもう一度咳払い。合図を聞いたチンピラがカードを手に取る。次は普通に配れ、という意味だった。三回戦。 やはり、お互い一度だけカードを交換する。ジャックが凍る。少女がそれを受けて立つ。ジャックの手はフルハウス。ははは、どうだ。ジャックは得意げに手札を開く。コルツキどもの間から忍び笑いが漏れる。少女は無造作に自分のカードを広げた。7のフォアカード。結果は少女の勝ち。水の中は、しんと沈まり返った。 第4回、娘。結果は少女の勝ち。静まれ帰った酒場を通りの喧騒が駆け抜けた。ククククク。ジャックはこみ上げてくる笑いを抑え、少女に問いかける。おい嬢ちゃん、一体どこでこんな運命を身につけたんだ少女は言葉を返さない。代わりに彼女はカードを手に取り、それを見事な手つきでシャッフルし始めた。 自分の手札に5枚。ジャック側にも5枚。滑らせるように交互に配る。開いて、と少女。ジャックはカードをめぐる。ジャックには、ジャックのフォアカード。少女には、キングのフォアカードが来ていた。これは、この配り方は、カードを見たジャックが絶句する。ジャックはキキングに勝てないんだぜ。 彼の頭の中を、キングの言葉が駆け巡っていた。キング、かつて、共和国最強と謳われた、今は亡き伝説のギャンブラーの通り名だ。少女の見せたカードさばきは、そのキングが得意としていた技。ジャックをカラー買う時によくやる配り方だった。お前は一体、何者なんだ息を呑み、ジャックは少女に問いかける。 ようやく少女は彼の言葉に答えた。あなたは私のことをよく知らないでしょうけど、私はあなたのことをよく知っている。こんにちは、ビクトリー・ジャック。私の名前はハル。あなたに殺された、キングの娘を。キングの娘だとキングの娘と直接会ったことはなかった。だが、ジャックには確かに覚えがあった。親バカのキングから、彼の娘の話を、 耳にタコができるほど聞かされていたからだ。そうか、キングの娘が俺を殺しに来たか。場にピリピリとした空気が流れる。いいぜ、殺せよ。ジャックは無造作に言い放った。酒場にいる誰もが予期せぬセリフだった。心臓はここだ。よく狙ってくれよ。そう言いながら、自らの胸をトントンとついてみせる。 少女、春が動力銃を静かに構える。狙いはもちろん、ジャックの心臓だ。第5回、招待状。春の指が動力銃の引き金にかかる。この酒場に彼女を止めるような勇気のある者などいない。ゴロツキどもは、ただウルトへ、遠巻きに騒ぎ立てるだけだった。 てめえらうるせえぞ。イラついたジャックが一括する。すると、ものの見事に静寂が訪れる。ジャックは、奥歯を噛みしめたまま、その瞳でしっかりと少女を見据えた。そうよ。私の目的は、仇打ち。でも、こんな形じゃ意味がないの。春が突然動力銃を下ろした。思いもよらぬ歯のる行動に、ジャックは戸惑いを隠せない。 そんなジャックに向かって春は続けた。私はこの3年間、それこそ血の滲む思いをして、ここまでの腕を身につけたわ。そこまで言うと彼女は、ジャックに向かってカードを投げつけた。何かの招待状のようだ。決着にふさわしい舞台を用意してあるの。勝負の続きはその場所で行いましょう。あなたがとっても大好きなポーカー勝負よ。父が味わった悔しさ。 惨めさ、そのすべてをあなたにも味わわせてあげる。そう言い残し、春は酒場から消えた。少女の言葉の意味するところがつかめず、ジャックはしばらく呆然としていた。床に落ちたカードを拾い上げ、そこに刻まれた文字を眺める。明日の夜十時、港に来い。港、か、ま、さかな。 嫌な予感がジャックの脳裏をかすめる。カードを握りつぶそうとしたとき裏側に書かれた小さなサインが目に飛んだエンリケ見慣れたヒッチそれはジャックが知るある男の名だったなんてこったジャックの予感は確信に変わった第6回キング 春が酒場を訪れた次の夜、ジャックはあのカードの内容に従って港へ向かっていた。珍しいことに酒は一滴もやっていなかった。誰かにつけられているのは気づいていた。ジャックにはそれがエンリケという男の使いであることもわかっている。安心しな。俺は逃げも隠れもしねえよ。後ろを振り返り大声で叫ぶ。だが反応は返ってこない。ち つまんねえ奴らだな。向き直り再び寂しい裏道を歩き出した。今夜は月のない新月の夜、ジャックは街灯の光だけを頼りに夜道をひたすら歩いた。かつてキングと繰り広げた大勝負、その公平を思い浮かべながら。あまりの強さからキングと呼ばれた伝説のギャンブラー。キングこそはジャックの秘書であり、 また、同時に最高のライバルでもあった。7年前、ジャックはキングと一世一代の大勝負をし、ジャックはその戦いの勝利者となった。二人の勝負は、共和国の闇に救う有力者たちの権力争いに利用されていた。キングは敗北の責任を取る形で殺された。間接的であれ、ジャックがキングを殺したことは、紛れもない事実だった。 酒場を出て小一時間ほど経った頃、ようやく彼の眼前に港の景色が広がった。暗闇の洋上に巨大な船がひっそりと浮かんでいる。7年前、ジャックとキングが乗り込んだ船だ。漆黒の塗装を施された船体は闇に紛れ、よく目を凝らさない限りその存在には気づかない。 タラップに近づくジャックを小さな人影が出迎えた。春だ。ようこそ、ビクトリージャック。まさかそうやって自分の足で来てくれるとは思わなかったわ。ふう、その度胸だけは認めてあげる。いつもなら軽口の一つでも叩くジャックだが、今夜だけは様子が違った。春を横目に、彼はさっそうと船に乗り込む。戦争の光を浴び、 その瞳が青く輝いた。木時の音が深い闇に吸い込まれる。やがて船はゆっくりと岩壁から離れていった。第七回、闇の晩餐会船は音もなく、滑らかな暗闇の上を走っていた。静けさに満ちた外界と裏腹に。鋼板一枚を隔てた船内には、 ありとあらゆる光と騒音とが溢れていた。大陸各地から集められた調度品に、陽気な音楽を奏でる学士たちの一団。王国から輸入されたサンデリアの明かりが、人々の欲望をすべて甘ねく照らし出していた。船体の中央に位置するホールでは、乗客たちが晩餐の後の会話を楽しんでいた。 皆、真士を気取ってはいるが、いずれも共和国の裏社会で暗躍する有力者たちだ。酒と食事、そしてギャンブルを楽しむ合間に次に誰を殺そうかと相談し合うようなやからだ。顔ぶれは7年前とそれほど変わらない。ホールの最も奥ばったところにまるで隠すように設けられた貴賓席。7年前と同じくそこには 一軍の男たちの姿があった。屈強な護衛たちに囲まれた一人の老人。それが、この船内パーティーの主催者、シャムロック大老である。へそあたりまでもある立派な白い髭は彼の象徴であり、同時に、権威の象徴でもある。数年前に現役こそ退いたものの、 複数の組織に相談役を務めるなど、その影響力は未だ衰えを知らない。まさに裏社会の怪物と言うべき人物だ。そのシャムロック大老が年に一度だけ開くこの船内パーティーは、有力者たちの重要な情報交換の場となっていた。もっとも、中には、とても友好的とは言えない雰囲気を漂わせている者も,もいる。 エンリケとウォンだ。エンリケは7年前、そして今回の2度のギャンブラー勝負を比較した人物だ。もともとは動力機、それも兵器の商人だったが、10年前に東方人街と取引を始めると同時に薬物の密輸などのビジネスに手を広げ、たちまちその勢力を拡大した新進気鋭の悪党だ。 一方のウォンは、東方人街が誕生する以前から、この辺り一帯を根城にしてきた悪党で、チンピラやゴロツキなどのヤクザ者を束ねる組織のトップに立つ人物である。この10年、東方人街はエンリケとウォン、新山と古山の勢力争いの真っ只中かにあった。両者は互いに一歩も譲らず、血で血を争う構想を繰り返してきた。 そんな状況の中、7年前にエンリケが提案したのがギャンブルでの勝負だった。最高のギャンブラーによるイカサマあり、1対1の大勝負。この勝負に東方人外の縄張りをかける、それで無益な構想を少しでも減らそうと、ウォンに話を持ちかけたのだった。当初、ウォンはこの企画に反対していた。 もちろん構想が続くことは彼の組織にとっても大変な痛手だった。だが昔気質なウォンは安易に新規な考えに飛びつく男ではなかった。エンディケはこの話をシャムロック大老へと持ち込んだ。そして大老は勝負の開催を許可した。大老はウォンの一家の相談役でもある。 彼が許可を出した以上、門も勝負を受けないわけにはいかなかった。